おはようございます。今日は3月11日です。311といえば東日本大震災の日ですよね。ちょっとそういうことを忘れずにですね、相場解説の方もやっていこうかと思います。というのが私311の時って FX 結構ギャンブル的にやってたんですよ。それで麻雀店の経営の穴埋めに FX をやっていたんですけども、結構な資金をね失っちゃったんですよね。その時に私はね円安に触れると思ったんですけども、なんか円高に触れちゃってね、で資金を溶かしちゃったんですけども、そういうことを思い出しますと同時にですね、こんなね大地震の時に投資ってできるんだ、そして他の投資家さんって結構投資してるんだっていうところで、投資の世界は世の中の悲劇とは関係なく動いてるんだなってことを実感しまして、覚悟をね新たにした時でもあります。はい、とにかくね今日午後になりましたらいろいろと喪に服するところがあると思いますんで、それはそれで時間を取りたいと思います。さあ、じゃあですね、今朝6時11分の相場になりますけども、いかがでしょうか。これ今リアルタイムで見てる1時間です失礼しました。私がですね昨日ポイントとしたのは115円の785と110円の645の間のレンジでできてますから、ここを上回るようだったらブレイクアウトしますよってことだったんですよ。で結局ブレイクアウトしましたよね。でロスカットラインをまさに115円の785で設けてエントリーしたわけなんですけども、その後ねちょっと私目を離していたんですけども、これロスカットに合いそうだったですよね。危ない危ない。でも復活して今結局この辺りにいますんで、含み益を取ってるところなんですよ。今のところですねブレイクアウトは成功して35ピップスほどを維持してるって感じです。35,000ぐらいですよ。なかなかいいでしょ。でこれ見てみると上昇トレンドがそのまんまブレイクアウトにつながってるんで、このままポジションを持ち続けてもいいんじゃないかなと思います。で全体的な値動きとしては私は120円まで行くと思ってますんでね。それでデイリーでエントリーしたところをお見せしたと思いますけども、長期的に見ると120円突破すると思ってますんで、そこでの玉ってのにも近づいてきたかなということでございますね。はい、じゃあですね昨日のこの時間をちょっと振り返ってみましょう。昨日のこの時間、はい、3月10日、まさにブレイクアウトした瞬間を捉えた画像です。はい、ここから上昇して20ピップス取れましたよっていうところで、この画像を撮ったわけなんですけども、その続きは先ほどお話したような形になっているってことですね。昨日のブレイクアウト作戦は成功したということになります。レンジでなければブレイクアウト。まさに速稼塾でね FX 学んでる方にしてみたら得意な分野じゃないかなと思います。昨日は20ピップス取れてまして、そのまま私は場所を離れた、目を離したんですけども、その後にねこれが反転して危ないとこまで来てたんですね。で戻ってきてみたらだいたい今25ピップスぐらいの含み益ということになってます。116円の122あたりですね今ね。だからこの時に昨日の時点で045でしたから、ここからさらに80ピップスほど、80ピップスほどね、上の方に上がったよってことなんですよね。ラッキーでした。じゃあ今日は以上ですね。ありがとうございます。